今回縫う、長襦袢は、都仙さんの楽天の売り場で買いました。こちらになります。白生地の反物で、このタグにあるように麻45、テンセル30、綿25の高色の織物、こちらを使って、長襦袢を作ろうと思います。お値段が送料無料の、送料込みですね、2808円になります。他にもですね、まあ洗えるというか自宅で洗えて、しかも、和裁教室などで縫うのにちょうどいいぐらいの価格、あまり高価格帯でないものだとするとですね、同じ、白生地の反物なんですけども、こちらは送料が別ですね。生地は同じ生地だと思います。この、麻が45でテンセルが30で綿が25ですから、先ほどの、反物と同じものだと思います。この、2つが都仙さんのサイトには載っていました。それと、今これは価格が安い順で、襦袢反物と襦袢反物と入れて、検索をかけたんですけれども、この毛と麻高色、これもいいのではないかなと思います。これは完全に、先ほどの、テンセルの反物と違って、長襦袢地、テトロンが 75% の麻が 25% で、幅が 38cm で長さが 9.6m ですから、これは完全に一重の一重用の反物だと思います。お値段が税込みで2592円、あと送料が埼玉県への最安送料ということになっていますけれども、864円、これなんかも、使える長襦袢ではないかなと思います。それと同じ多分商品だと思うんですけれども、多分在庫の関係かなんかなんでしょうね。値段がちょっと違うんですけれども、もう一つ手と麻の高色の同じ商品の長襦袢が、楽天の都仙さんの売り場にはありました。あとはこのですね、アウトレットの絹麻の紋社の長襦袢、これなんかも、まあ、同じような、襦袢と思っていいのかなと思います。麻が 90%、 の絹が 10%、 長さが 9.6m ですから、これは長さからして反物の長さからして、一重の一重用の長襦袢だと思います。幅が 39cm で、税込み価格が3240円で、埼玉県への最安送料ということですけれども、864円、これなんかも自分で縫う長襦袢としては手頃なのではないかなと思います。まずはこの反物の長さを水通しする前に測っておきます。反物のほとんどがこのように巻き始め巻き終わりのこの端のところが、横の地の目が通っていないので、まずこの地の目を揃えるところから始めます。このように、横の地の目、折り目に沿ってハサミを入れて、この巻き始め巻き終わりの地の目を通してから
この反物の長さを測ります。このように地の目を通しておきます。巻き始めと巻き終わりの部分のここの横の地の目を通したら、今度は反物を四つ畳にしてその長さを測ります。まずは二尺、四尺、六尺、八尺、長さは八尺五寸、センチにすると321.3センチになります。で、これを4倍するわけですから、この反物の総尺は3乗4尺1285センチ、12メーター85センチあります。そして、これからこの反物を水通しするんですけれども、その際に、縦を縮めるために水通しをするんですけれども、横幅ですね、反物幅があまりにも縮むときには、水通しをしない方がいいと思いますので、まず端、この反物の端を水につけてみて、横幅の縮み具合を見るために、最初に水通しする前に反物の幅を測っておきます。今回測りましたら、一尺七分、約 40.45センチ幅があります。それでは、これから、この反物を水通ししようと思います。水通しをします。まず、反物の端を少しこう水につけてみて、幅があまり縮まないかどうかを確認します。このようにちょっと端を水につけてみて、この端の部分の縮み具合を見ます。今水につけましたら、つけた端がだいたい尺7分から1尺8分ぐらい、ほとんど水をつける前と変わらないので、この反物はこのまま水通しをします。たらいに貼ってあるのは、入れてあるのは水です。常温の水です。これに、先ほどの端をつけた、このテンセルの長地盤地を浸します。こう数回押してですね、中に入っている空気を押し出します。そして十分に、この反物の中に水が浸透するようにして、これでだいたい2、3時間放置しようと思います。この状態で2、3時間置いておきます。次に、水通しをした反物を脱水にかけます。脱水は5分ぐらいかけようと思います。脱水が終わった反物をこの巻き棒に巻き取っていきます。
このように巻き棒に濡れたままですね、濡れたままで生乾きの状態の反物をこのように巻き棒に巻き取っていきます。このように一旦丸々巻き取っていきます。そうしましたら、今巻いた反物をこのようにアイロン台の上に、一部置いて、でこの左足の方ですね、をここを少しゆとりを持ってアイロン台に乗せます。このように反物の左足少しここにゆとりを持たせます。この状態で、下でバキュームで空気を吸って生乾きにした状態のところでアイロンを当てます。まずはアイロン台にの反物を乗せて、生乾きの反物を乗せてバキュームで吸って乾かします。この時に地の目も整えながら平らに置くように調節します。先ほども少し話しましたけれども、今ちょっとうるさいので止めましたけど、吸いながら地の目を整えて平らに置くようにします。そして、半乾きの状態になったところで、この平らに置いた状態でアイロンを当てます。アイロンはこの、これは蒸気アイロンです。蒸気アイロンを当てます。このようにアイロンを当てて乾かしながら地の目を整えます。そして乾ききったところは今度は別の巻き棒にこのように巻き取っていきます。そしてまたまだ当ててなかったところ、このように広げて、で左側に少しゆとりを持たせてまたアイロンをかけていきます。試しに、これがどの程度縮むかどうか、アイロンをかける前とかけた後どれ程度縮むかちょっと測ってみます。このように二尺差しを置いて、二尺差しの両端ですね、両端に目印となる、今針を打ちました。この間にアイロンをかけてどの程度縮むか見てみます。
今測ってみますと、ほとんど縮んでいません。水通しだけでかなり縮んだと思われます。一応確認が済んだので、このまま今と同じ手順でアイロンをかけていきます。まずはアイロンをかけるところを巻きほどいて、そして左側のところ少しこうゆとりを持たせるように広げて、そしてバキュームでこのように吸って乾かして、生乾きだという状態か確認できたら蒸気アイロンを当てます。このような作業を繰り返して水通しした反物をこのように地の目を整えながらアイロンをかけていきます。このように反物の端までアイロンをかけます。このように、水通しした反物を脱水機で、洗濯機で脱水をして、そして、バキュームで吸いながら生乾きの状態にして、地の目を整えながら蒸気アイロンをかけて、で、これからもう一度この溶弱長さと反物幅を測って、で、Excel の裁断図を使って、各縫い代の見積もりをして裁断にかかります。今回の反物の、水通し前の反物を四つ畳にした長さが8尺5寸 321.3cm、 そして、実際の装尺はその4倍の3畳4尺12m85cm ありました。そして水通しをした後の反物を四つ畳にした長さが、8尺3寸8分 316.8cm になりました。実際の、水通し後の装尺が3畳3尺5寸2分 12m67cm になりました。ということで、水通し前の反物の長さから水通し後の反物の長さを引くと、
水通しをすることによって、この反物は4寸8分、18.14センチ縮みました。そして反物幅の方ですけれども、これは水通し前の反物幅が1尺7分、40.45センチで、水通し後の反物幅が1尺7分、40.45センチなので、これはほとんど変わらず同じ幅でした。